はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はドラゴンプロジェクトの実況になるんですが、今回はこちらです。はい、ドラゴンプロジェクトの方でイベントが来ていまして、月夜に跳ねる幻獣というイベントが来てまして、この期間限定の大型モンスターを倒してマギの強化素材を手に入れようというイベントになります。マギの強化素材というのは、アクションスキルのことですね。回復するスキルとか攻撃する強力なアクションスキルになりますと。で、今回戦う大型モンスターはフーフームームーシリーズらしいですね。羊のようなちょっと可愛い感じのねモンスターになります。今回やっぱり月夜にって書いてあるだけあって、裏ホニャララシリーズのダンジョンしか出てこないみたいです。それではイベント行きましょう。あ、ちゃんとストーリーあるんですね。パメラさんのキャラって可愛いですね。結構パメラさんのキャラ好きなんですけど、イベント多いな。クエストいっぱいだ。報酬豪華だな。マギーを強化するためのやつが3つも手に入るとかいいじゃん。まあ上からやっていきましょう。尻尾を狙うといいわよということで、裏ドラス草原行っていきましょう。さて、今回使っていく武器はですね、今回討伐する目標のムーム、フーフーなんですけど、それの槍になります。いや、この最近槍にはまってますね。なんか攻撃範囲が広くて。攻撃範囲が広い&攻撃力も結構高い。これいいねって感じですね。あと、この槍の突進突き。槍の突進突きが移動するときにかなり便利で、かなり多用してます。これいいですね。さて、大型モンスターのフーフームームーは、そんなに出やすいわけではないのかな？イベント期間中って、出やすいわけではないのか？なかなか出ませんね。こんだけ倒せば結構出るはずなんですが。あれですね、これは大型モンスター、フーフームームーどちらかに会うまでカットです。おお、来た。大型モンスター接近。これはめっちゃ光ってるめっちゃ光ってますね。こっちはどっちだ、フーフーかムームーか、どっちだ。ムームーだ。これはキラクラムームーですね。めっちゃ光ってるなさて、戦闘開始と。ああ、やっぱ弱点火なんだ。こっちが使う武器スキルあれだわ、炎じゃねえわ、氷属性だわダメだね。さて、まずは一撃。オッケー、そんなにダメージ当たらないな。オッケー、弱点攻撃成功。これでダウンを稼ぎたいところ。おっと、あー届かない。突進突きが、おー、なんで、ちょっと待って、 V 破壊早くない？あ、届かないのか、今の距離、今の距離届かないのか。オッケー、弱点攻撃成功。あと1回かな。ちょっとそのねバックステップやめてくれる？これ届かねえな。あ、いい感じで尻尾攻撃できたのに、これは危ない。オッケー、オッケー、成功。あー、ダウンした。でもダウンしたのはいいんだけど、頭が攻撃したいわけじゃない。お、味方さんナイス。あー、これでオッケーだね。これでもうマギの強化素材を一つ手に入る。おっと、これは危ないやつ。あらー、またモコモコに戻った。あー、引かれた、引かれたぞ、暴走してるぞ。さて、もうムーム死にそうだけどまあレベル21ですしね、そんなに強くないのかもしれませんね。吹き飛ばされた。ちょっと待ってくれ、1回でいいからグレーシャーランス使ってきたいね、アクションスキルの方ね。よっしゃー、頼むぞ。なんでかな
決めたかったんだけどな。あ、間違って使っちゃったよ。これ終わるじゃん。終わった味方さん強えな。ありがとうございます。なんで騎士、聖騎士の祝福とかめっちゃいいの持ってますやん。あー欲しいな、それも。さて、結果を見ていきましょう。獲得経験値30。しょぼい。さて、おサブミッションクリア報酬、オッケー。魔法聖騎が4つも手に入った。おーおおおおいっぱい手に入るな。え、マジで？それ手に入んの？あ、これめっちゃいいイベントじゃん。あら、全然活躍してない。どう？強いでしょ？強いですね。どう？強いでしょ？うん、強いですね。68って。すっげえ強。どれくらいやれば68までいくんでしょうかね。さて、もう討伐は終わったことですし、報告に行きましょう。さて、キラキラムームーの討伐。さて、タウンに戻ってきました。さて、報告。さて、報酬もらいましょうか。うん、尻尾は味方が狙ってくれました。ということでね、ほんとね、ありがとうございました、味方さん。はい、ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。今回のイベントは結構いいイベントですね。マギの強化はやっぱした方がいいんで、おすすめなイベントですね。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしています。それでは次回お会いしましょう。バイバイ。